下しかないな。最後ちょっとダラダラしすぎたな最後。まあ枚数出たけど、もういい台が空いてさらにまた埋まったっていう感じやな。さあ、いつもの時間がやってまいりました。ガローでね、困った時はここです。まあ、上でね、枚数流したんで決してそんなに最悪な展開ではないんですよ。時間的にあと2時間ちょいあります。この2時間ちょいでついにガロ大連チャンさせたいと思います。ついに今ね、ずっといい感じに当てたんですけど、今回は あるかな。いや、回る、待ってよ待ってよ。あ、オッケーオッケー。とりあえず目標2連以上、だね。一回転だったら俺は多分ね叫ぶと思う。いやー、吉宗おそらく出てなかったんです。僕はいいこと、いいもの言いたいんやけど、やっぱりタイミングがずれてて AT 中にはやっぱ行かないと伸びない、そういう台で隣はおそらく設定あって、まだまだ出ると思います。人が変わったんやけど出ると思います。この時間帯でガロ打ってるっていうのはね、なかなか上にまた戻ることないと思うんですけど、一応ね、残り、まあ、2時間ちょっとあるんですよね。みんなちょっとある時間があって、2000枚は出ないことはないんですよ。上でもバジリスクとか北斗とかその辺とか、ただすぐ当てないといけないですけどね。まあガロはやっぱ早いでしょ。当たるとすぐ取り返せると思うんで、まあ上の様子すごい気になるけど、まあ今回はもう諦めてガロで頑張りますけどね。ガロ今日すごい出てるし、前回よりは回っているよ。今下ベッドライドは全然回ってなかったけど、前回よりは全然回ってます。いや、そんなに熱くはないんですよ。ここだ、ここ大事、ここ大事。レースはないけど
頑張ってよガロー、やってくれよいつも。あーない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 、青いですよ。あね、これ弱いね。ウォーミングアップやな、ウォーミングアップ。 OK、 まだギジ出ないところがちょっと気になるけどね。ミミパにギジる台が当たりやすいっていう気がする。まあ全部一緒ですけどね、全部一緒やけど、そんな気がする。僕はマイガロオカルト。眠くなっちゃうな。はい、頑張るぜ。ありがとうございます。6人目、7人目、まあ出さなきゃどっちみち。当たってよ。おっしゃ、だよ。英語でガロー。赤い。おお。来たよ来たよ。いや、もう一発もう一発。Yes。OK OK。赤赤赤赤赤全部赤。そこ赤じゃないんや。お願いお願いお願い。あお前の力を試させてもらう。おお、チャンスアップ。わおですけどね。嘘。嘘でしょ。嘘でしょ。今日はいつも微笑んでくれるガローが今日微笑んでくれない。むしろ顔も見せてくれないぐらいですね。
やっと顔見せてくれた。おはようございます、ミスターガロー。グッドモーニング。わからんよ、ありえるよ。めちゃめちゃ回る。朝から戦えるぐらい。僕みたいにこう逆転勝利を目指すだけじゃなくて、ちゃんと朝から打てるような感じがしやすい。ボードはまだかい？ただ足りそうにないよね、今日は。ガローでなあ、どれぐらい時間あんの？1時間しかない。最後まで諦めないからね。それがノーリミット。かっこいいこと言ってるけど、財布が全然かっこよくならないですよ。それでこの状態だと、あのね、諭吉10人が結構見えてきてるよ。時はダメにはならないね。前こんな感じだったらもうね、こう当たって2連勝ダメでしたみたいな感じだったけど、今回は当たりすら引いてないから別にね、悔しいというよりはもう無無です。
2014年1月11日ノーリミット今年初の収録終了しましたた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 たもうちょいはい終わりました。負けましたね。いっぱい負けましたね。具体的で言うと吉宗投資5万いかず、4万超えの5万いかず、あのね記憶から消してます。あのねぶっちゃけ言います、僕吉宗、まあ、特番やったんじゃないですか、しんのすけさんとまいちゃんと3人でやって、であれからもう、まあ、来店取材っていうのがあるんですけど全部吉宗売ってます。で今まで吉宗の高設定だと言える台は3回と触れてますね。あの収録の時はもちろん当然高設定台と触れて、取材で2回、おそらくそのうち、まあ、取材の時はその収録の時はおそらく、まあ、6でしょう、スタジオ収録なんでそれ6で、取材の1個目の取材は多分4かなっていうような感じで引き戻しやったりとか、カモン広角の突入も良かったりとかだったんですけど、剣舞広角弱かったりとか、まあ、ちょっとまあ6はないやろなし5もないやろな、まあ、4かなっていう感じで思って、ね、次打った時は全てが6だった。剣舞入るしカモン入るし18入るし、共通俵よく来るし、2連のあれとか、まあ、いろいろもう本当に6っていうのはすごい分かりやすかったんですけど、そのイメージ僕も持った上で、あともちろん 当然のことなんですけども、解析情報ももちろん見てます、雑誌とかねいろいろこう見て自分で調べたりしてるんですけど、僕は今日6の台の隣に座りましたね。今日は僕の台は今日1月11日なんですけど、1はないと思うけど2かな。ガチで言うと僕の予想で完全に2だと思います。1はね AT タム、いやーどうなんやろ、1ありえるね。やけど下見で、まあ、下見の生放送見た方は分かると思うんですけど、僕狙ってたのが角2角3、ね、真ん中の方で1台があったんですけど、まあ16番で入場して取れなかったんで、とりあえずメイン狙い角2角3が見える角台座って、まあ失敗だったね。中の適当な台座った方が多分随分まだ可能性あったと思います。僕の台以外は割と AT 入ったりしてたんで、僕はもう4000回転回して3回しか入ってないんで、あのね出てなかった。まああちこちいっぱい出て、どっちかって今日はねバジリスクが良かった、北斗もいつも通り良かった、なんか知らんけど戦国乙女が2台バーンって出て、なんだこれって、もうどこに何が入るか、もう正直ねやっぱ下見来ても全て予想できないじゃないですか。なのでまあ来て実際、まあ、映像で映ってると思うんですけど、まあ、めちゃくちゃな台がかなりあったんで、それに僕が、巡り会えなかったってこういう結果ですね。まあ、スロットコーナーと離れてパチンココーナーいつも通りのガロ、困った時の、黄金なんとか忘れた剣士騎士騎士黄金騎士黄金騎士が、まあ、やってくれるやろうと思ったら、まあご覧の通り全て、特に
絶対当たるやろっていうのはなく、まあ、当たるかな的なのが4回5回ぐらいあったんかな。まあ当たらなかったし、結果完敗。2014年最悪なスタートになったんですけど、今日朝一のナビで200人ちょっといたんですけど、まあ僕に声かけてくれた方は、聞いた感じでは7割以上みんな勝ってたんで、まあそれを置かずに今日は、今から吉牛食べようかなと。缶ビールかな、ホテルで泣きながら。まあ次回の収録2月になるんですけど、寝台なんかここから出ると思うんで、そこをお注目しながら、もしくは吉宗リベンジ戦あるかもしれないので、ぜひ、温かく応援よろしくお願いします。そしてゼニーでもいいので応援よろしくお願いします。では今回のノーリミット乾杯。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ホテルの前には ATM かな。大統領ミッションになったしね。 OK、 さあバックオーバンブルマン出た。行くでしょ。行かんの。行かんか。天井行ってレギュラーでした。天国回してダメでしたってなって、よっしゃ、ちょっとバブス休憩しようかなって帰ってきたら、ガロガローでね、困った時はここです。